世界の鉄道一覧大韓民国の鉄道大韓民国の鉄道では大韓民国で運行されている鉄道について記す。なお、朝鮮民主主義人民共和国の鉄道については朝鮮民主主義人民共和国の鉄道の項を参照。現在、韓国の鉄道には一部の民間資本鉄道や専用鉄道を除いて私鉄が存在せず大韓民国政府が保有し、主に 韓国鉄道公社が運営する一般鉄道路線、広域電鉄各自治体が保有し、各都市の公社が運営する都市鉄道路線に2分できる。幹線は標準機で建設され、第二次世界大戦、朝鮮戦争の後に建設された地下鉄もそれを踏襲し、都市鉄道の一部を除く全路線が標準機で建設されることとなった。なお二0二0年現在、 営業用車両で先頭車に非常用ではない貫通扉を装備した車両は存在しない。韓国発の鉄道は1899年9月にソウル南部の観光西岸にあるワシハリツとニガワの間で開通した。これが現在の京筆都市線及び京府線の一部であり、アメリカ人実業家モールスによって建設が開始されたが、その途中で日本の渋沢栄一らに、 鉄道敷設権が譲渡され、経費都市鉄道合資会社によって工事が完成した。翌1900年には、観光を渡る橋梁が初めて完成し、南大門駅を経て、京城駅まで延伸した。その後、旧国鉄線の内京府線、京儀線など多くの幹線は、日本統治時代に日本の技術と資金によって建設された。これらの路線は、日韓併合を経て、 朝鮮総督府鉄道局が経営する朝鮮総督府鉄道となった。太平洋戦争で日本がポツダム宣言を受諾して降伏した後、朝鮮半島は北緯38度線を境に北部をソビート連邦南部をアメリカ合衆国が占領したことにより、経緯線、軽減線は分断され、土海線は38度線以南のみの運行となり、加熱線は 南北ともに運行中断となり、1948年の朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国の成立、1950年から1953年の朝鮮戦争による軍事境界線を挟んでの退治によって、分断は決定的となった。朝鮮戦争で鉄道も荒廃したが、韓国側では1955年からは、普山ソウル間に特急、 トンイル号を運転開始し、1960年には特急無ンファ号も運転を開始した。1965年には日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約によって日本との関係が正常化され、それに伴い1969年には日本から輸入された客車によって特急観光号が運行を開始。 1974年に、セマウル号と解消された。1984年には、それまでの、セマウル号、優等、特急、普通が、セマウル号、ムグンファ号、トンイル号、ピトルギ号の体制となる。また、1974年には、北朝鮮のピョンヤン地下鉄に1年遅れ、日本の ODA で、ソウル地下鉄が開通、以後韓国各地で、 地下鉄の建設が進められていくことになる。2000年に各駅停車、ピドルギ号を廃止、2004年には右予曲折がありつつも高速鉄道の KTX が運行を開始したが、同時にトンイール号が全廃され、ムグンファ号及び通勤列車に移行した。2005年には国有鉄道の列車運営が、それまでの鉄道庁から校舎の韓国鉄道校舎に、 施設の保有、管理は、韓国鉄道施設公団に改められた。2007年3月23日に、大韓民国発の民間資本鉄道である、インチョン国際空港鉄道が、金浦空港インチョン国際空港の間で、暫定開業した。2016年12月9日、カーイルの子会社の株式会社 SR が運行する、高速列車、SRT が運行を開始し、 韓国の高速鉄道は2種類の列車が運行されることとなった。韓国の鉄道はかつて日本統治下に日本資本により鉄道が開通した経緯や前述の日本からの支援、または日本製車両を輸入していた影響もあり、伏線区間では左側通行であり、各駅停車では動力分散式がほとんどであるなど、日本の鉄道システムによく似ている。 韓国でも近年、日本のジョイフルトレインに類似した観光列車が各地で運行されている。また、2015年まで発売されていた日韓共同切符や KTX や都市鉄道の主要駅において、車内放送で英語、中国語と並んで日本語が流れるなど、日本と地理的に近く日本人観光客が多いために、日本市場を意識した動きも見られる。地下鉄、 都市鉄道においては、駅名の日本語表記が、ソウル市などにより正式に制定され、駅名表や路線図などの案内で使われている。ただし、釜山都市鉄道では原則として漢字が使われるのに、対し、首都圏電鉄の各路線では、カタカナが案内に使われている。韓国は、ブリックスのロシアや中華人民共和国と交流するために、自国の鉄道を北朝鮮経由で、 シベリア鉄道、中国国鉄と貨物列車の直通運転を計画しており、南北の鉄道再連結により2006年に半世紀ぶりに北朝鮮との直通列車が走ったが、後に北朝鮮側からの通達により運行は中止されている。なお、関連して旅客の国際列車を運行させる計画もあり、2008年にはソウル・北京を結ぶ国際列車用として、 寝台列車のヘランが誕生した。しかし、南北関係悪化により、国際列車の運行は見送られ、ヘランは国内の観光クルーズ列車として運行されている。高速鉄道路線図過去には、狂気時代の水人支線車両等、機動車に貫通扉を装備した車両が存在した。AB ソウルから地方への行き方、鉄道編コネスト、電気車研究会。 鉄道ピクトリアルナンバー 649p5 鉄道テグ広域市西区ホームページありがとうございます